学生よ。今何年生？今2年生。高校2年生。うん、中学校とか高校とか、うん、全然現役やから。でも大体ね、うん、イベントごととか、うん、嫌いからね、うち。あ、嫌いなん？意外やな。なんか、なんやろ、嫌いっていうか、その、うん、女子とか、うん、集まって、うん、何々くんかっこいいってキャッキャしてる様を見ると吐き気がするのよ。そう。だから嫌い。イベントごとは別に嫌いじゃないのよ。あの、お祭りとかね。ただその女子の集まってキャッキャしてるとこ見とったら、もうヘドが出るって感じなの。ヘド？何ヘドって？ヘドって何？ちょっと、オブラートに包む感じね。そうなの。ああ、そっか。じゃあ、あんまり思い出はないってこと、うん、だって、ミルキーみたいな可愛い子とかいないやん。うん、そうなの。学校にさ、そんな子いるんやったらさ、行くやん、そりゃ、うんうん。でもさ、おらんからさ、見るとこないやん。え、でも、ももちゃんもさ、あの先輩、かっこいいなとか、そういうのないの？あの先輩かっこいいとか、うん、なんか、あ、だってさ、体育大会ってさ、うん、まあ、スポーツやん、うん、走ってる姿を見てキュンってしたとかさ、うん、いや、なんか人が密集してんなぐらいしか感じたことないけど。そういう感じなんですね、ももちゃんは。でも、ミルキーはなんかこう、キラキラした生活を送ってそうやけど。いや、どうやった？体育大会、一番、なんか、ここに残ってんのは、うん、なんか私、リレーとか嫌で、大縄跳びだけとか、そういう地形が良かったよ。大縄跳びとか、みんなでする感じの目立たない。リレーはちょっとな、目立たない感じが良かったやんか。じゃあな、じゃんけんで負けて走り幅跳びになっちゃって。しかもそれ一人やんか。一人の枠に走り幅跳びになっちゃって。走り幅跳びとかあんの？走ってジャンプするやつな。うん、何メートル飛んだか。え、それが体育祭であんの？そう、あんねん。なんか本格的やから。まあ、高校はさ、普通の公立高校やったから、本格的な体育祭やって、で、そこで、めっちゃ嫌やな、まあなんとかなるかと思って、恥ずかしながら、笑顔で手振りながら、頑張って、アイドルやな。頑張って飛んねやんか、その時。じゃあ、なんか、こうジャンプするところから砂場かんねんけど、砂場まで届かへんくって、めっちゃ恥ずかしい思いしたって。え、それ、周りはどんな反応しとった？てんみたいな。シーンみたいな。一瞬シーンってなってからの。じゃんけんで負けたから、でもしゃあないやんって感じやんな、うん、こっちからしたらな。一瞬シーンってなってからの、まあ大丈夫大丈夫みたいな。あ、そう、笑ってくれへんねんやん。笑ってくれへんのきついな。うん。いや、覚えてない、笑ってくれたかも。あ、ほんまに、うん。でも恥ずかしかった。大丈夫って言われたらきついね。うん、うち心折れるわ、そんな。そうや。だって周りな、うん、陸上部とかの活躍してる本格的な選手みたいな人たち紛れ込んで。それは、きつい。はい。まあいいやん。いいね、可愛いから。可愛いから許されんね。うん。そう。あとは、水球部ってあって。水球部？そう、水球部ってあって、なんか水の中でハンドボールするみたいな。うん、その部の人たちが、海パン一枚で、みんな密集して、体操してた。それを見せてた。それを見、めっちゃ面白かった。多分ギャグなんやと思うんですよ。これはちょっとバカにしていいか分からへんからちょっとやめとくな。うん、バカにしたらあかんね。うん、分かった分かった。じゃあ今度なんか見に行きますね。うん、見に行こっか。はい。はい。まあそんな感じでね、私たちの体育祭の思い出。まあ、ももちゃんは、イベントごとがね、嫌いなので、皆さん、ももちゃんに、イベントごとに関する思い出は聞かないでください。うん、ありがとう、ミルキー代弁してくれて。うん、うん、ありがとう、はい。なんですけども、このように質問や感想などどんどんメッセージを送ってください。学生よ。今何年生？今2年生。高校2年生。うん、中学校とか高校とか、うん、全然現役やから。でも大体ね、うん、イベントごととか、うん、嫌いからね、うち。あ、嫌いなん？意外やな。そう、なんか、なんやろ、嫌いっていうか、その、うん、女子とか、うん、集まって、うん、何々くんかっこいいってキャッキャしてる様を見ると、うん、吐き気がするのよ。そう。だから、嫌い。イベントごとは別に嫌いじゃないのよ。うんうん、あの、お祭りとかね。ただその女子の集まってキャッキャしてるとこ見とったら、もうヘドが出るって感じなの。ヘド？何ヘドって？ヘドって何？ちょっと、オブラートに包む感じね。うん、
そうなの。ああそっか、じゃああんまり思い出はないってこと、うん、だってミルキーみたいな可愛い子とかいないやん、うん、そうなの。学校にさ、そんな子いるんやったらさ行くやんそりゃ、うんうん、でもさおらんからさ見るとこないやん。えでもももちゃんもさあの先輩かっこいいなとかそういうのないの。あの先輩かっこいいとか、うん、なんかあだってさ体育大会ってさ、うん、まあスポーツやん、うん、走ってる姿を見てキュンってしたとかさ、うん、なんか人が密集してんなぐらいしか感じたことないけど。へえー、そういうそうよね感じなんですね、うん、ももちゃんは。ミルキーはなんかこう、うん、キラキラした生活を送ってそうやけど、いや、どうやった？体育大会一番なんかここに残ってんのは、うん、なんか私リレーとか嫌で大縄跳びだけとかそういう地形が良かったよ。大縄跳びとかみんなでする感じの目立たない、リレーはちょっとな目立たない感じが良かったやんか、うんうん、じゃあなじゃんけんで負けて走り幅跳びになっちゃって、しかもそれ一人やんか、一、うん、人の枠に走り幅跳びになっちゃって、走り幅跳びとかあんの？走ってジャンプする